はい、えー。お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます、えー。今回はですね、初めてこの舞姫大学の特別講義で扱うことになりますけども、まあ四読についてちょっとお話し,しようと思います。まあ四読ね、なんや、それはと思いますけども、現代病のほとんどがこの四読に由来するというふうに考えられている、まあそんな、ね、説もあるわけなんですけども、 確かになと思うところがあったんで、この半年、私の方からも、この4毒についての放送を、特に気をつけてやってみました。まあ、そうするとですね、視聴者さんの中で、実際に実行した方が、ポロポロ現れて、そして、最低3ヶ月、この4毒を排除すると、体に健康効果が出てくる、ということだったんで、試してくださってる方がね、何人かいらっしゃって、まあ、そういった方から、まあ、喜びとね、 感動と驚きのメッセージが届くようになったのがこの1ヶ月ぐらいなんですよさあ一体4毒とは何でしょうかそしてその4毒にはどんなね効果があるのか、まあ、そういったことをまずお話ししてみたいと思います一つ目植物性油ですねこれはキャノーラ油とかオリーブオイルとか、まあ、いわゆるサラダ油とかね私たちが通常フライパンなどに使う油のことなんですけどもこの生成された油の すべてが害悪をもたらしているということらしいです、まあ、特にね体中の乳腺ですとか前立腺だとか涙腺だとか線という線をこの油が詰まらして相当な疾患を呼び込んでいるらしいですしかも厄介なのはこの油取り始めるとリピート効果があるんですよねつまり中毒になるんですよ油がないとだめ っていうことになって、しまいにはこの油を取ることが習慣になってしまうというね、まあなんとも恐ろしいものでございます。それからね、これが有害だってことがなかなかね、わかりにくいということなんで、気軽に油を使って、まあ例えば炒め物をしてみたりとかね、時にはなぜか煮物をしてみたりとかね、とにかく油が前提でする料理が多いというふうに私たちは思ってしまってるのかもしれません。でも実際、 和食ってものは油を一切使わずに今まで何千年とこの日本で食べられてたものです。特に江戸,江戸時代ではですね、油の使用を庶民に対しては禁じられていたんですよ。庶民に対してはってどういうことかっていうと、油を使うときっていうのは、あの、安んですよね。それから、ああなんですかね、あの、上野棟ですね。まあ、つまり、石の作り物に穴が開いてて、そこに えー、夜のランプを照らす、まあ、そんな役割をするものが昔あったと思いますけどもあの乗夜塔に使われるぐらいだったんですよというのがね油を家庭内で料理に使うと火事が起きるということで何度も火事が起きていたんでそれで禁止したわけなんですよねで火事が起きると当時木造家屋ばかりですからそして長屋というところに住んでましたんで一瞬にしてね数万人が焼け出されるみたいなことがたびたび起きたわけなんですよ まあそういった記録に憂慮して江戸幕府では油の使用を禁じてしまったということなんでだから朝になると明るくなって起きる大体これが朝の6時くらいですそして夜になると寝てしまうこれが夜の8時ですそういった習慣がこの江,時代江戸時代でねまた見直されたということになったらしいですまあ明かりがないわけですからねまあとにもかくにもこの油ってものが人体にも良くないってことが近年またね 思い出されてきて、実際なんで日本人は油を使い出したのかというと、これが GHQ なんですよね。昭和20年、戦争に負けて昭和20年代、フライパン運動っていうのがあったわけですよ。これね、調べてみると、本当にね、新聞とかね、当時の雑誌とかにバンバン出てたんですよ。こんなこと知らないですよね。フライパン運動は何かっていうと、日本人は炒め物をしないからバカになったんだと。油を使わないから弱いんだと。 っていう,ふうにプロパガンダが輸入されてそれを日本のね京都大学がなんかのその教授かなんかが本にして出版したのがベストセラーになってそれが信じられたわけなんですよでしかも当時日本を支,支配していた GHQ がキッチンカーでもってね全国を回って鍋を捨てろとフライパンを使えって感じでフライパンをバン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 売ったわけなんですよさらにそのフライパンでスパゲッティをするとかハンバーグを作るとか それからホットケーキを作るみたいなねフライパン運動っていうのをやってそれがおしゃれだってことで日本の主婦に受けたわけですよね当時食料事情も悪かったのでそういったアメリカからね小麦粉だとか油だとか,だとか砂糖が入ってくるところにうまーく乗っかったんでしょうねコナンブロ文化っていうのもねこの頃始まりましたね大阪でも広島でもお好み焼きとかたこ焼きっていうのが流行ってますけどもなんとあれは GHQ からねレシピが渡されて日本の の文化を流行らせようってことでね始まったらしいんですよ嫌になっちゃいますねなんかその広島でも大阪でもお好み焼きって独特な日本の文化だぞいな思っていたのが GHQ によって熱つ造されたものっていうのがね歴史を紐解くとはっきりしていてそれが証拠に昭和10年代小麦粉の食品なんて日本では全くないんですよどういうことなんでしょうねそもそも小麦粉が日本で作られていないっていうところもねえー、歴史上の事実でございます、はい ちょっと話がずれましたけども、植物性油、これをやめるとね、何が起きたかというと、アトピーの方が痒みが止まったり、発疹がなくなったり、そもそも皮膚科に通わなくなったり、主治医の人に改善を確認されたりとかっていうことがね、続いて、何やったんですかどうしたんですかっていう,うに聞かれたり、そもそも主治医の方が、ね、効果があったでしょって言い出したいところもあるらしいんですよ。まあそんな形でね、植物性油の有害性が、私ではなくてね、 私ではなくて視聴者さんから寄せられて結構その数が集まってきたってことです最近速乾塾に参加されたリラクゼーションサロン和がんせさん自宅会議をされている方もグルテンをやめて体調が一気に良くなったって言われてるんですよねまあいわゆる暗示効果もあったのかもしれませんけどもそれにしても今まで40年50年と自分の人生に起きなかった変化が グルテンをやめたり植物性油をやめたりすることによって健康に向かうんだったらそれは何でもよかったんじゃないかなと思いますよねつまりね何を始めるかどんなサプリを取るかどんな薬を始めるかではなくて何をやめるかだったのかなと思いますで今回は植物油のことについてお話し,しましたけども4毒ですからね2つ目3つ目4つ目についても軽くお話しときましょうか2つ目甘いもの これは砂糖をはじめとする人工甘味料ね。アスパムテールっていうのもそうですけども、ほぼ有害でございます。そもそも砂糖っていうのは、パプアニューギニアの一部のところでしか取られていなかったのが、生成されて世界中に分回されたわけなんですよね。そして質の悪い上白糖みたいなのが、日本のスーパーでも手軽に100円とか200円で売れるようになってきたんですよ。まあ、この白い砂糖ですか。 この白いい砂糖も江戸幕府では禁止されていました。そもそもそのねアヘン戦争っていうのが中国にあったのはアヘンっていう覚醒剤のせいだというふうに私たちは歴史で学んだんですけども違うんですよねこれがね砂糖が中国に入ってきてそれが国を壊してしまったとで、その一環としてアヘンっていうのもあったんですよね、まあ、つまり当時覚醒剤と砂糖っていうのは同列に並べられていて当然江戸幕府でも禁じられていたんですよね だからね先人の日本人の知恵っていうのは、ね、相当ねこの国民を守るために機能していたんだなと思いますもちろん日本国内で砂糖を輸入して売れば儲かったと思うんですよでも儲けるよりも日本人の健康を国が司さっていたのかなと思うと本当になんか感心するばかりですよねそして4毒もの3つ目なんですけども小麦粉ですねこれもね私も粉もの大好きで焼きそばを食べながら ビールを飲むとかっていうね習慣がありましたしそもそもね小麦粉を使ってない料理に出会うのが難しいほど今日本食ってのは和食から離れてしまったんですよラーメンで買い玉するとねもう小麦粉の最たるもんですからねあれもねはい小麦粉の何がいけないのかそれはグルテンですこのグルテンががんや精神病、ね、うつ病もそうですそれからアトピーとかリュウマチ花粉症の原因になってるんですよ というのが小麦粉の中に入っているグルテンというのは自然治癒力を徹底的に破壊するんですよね、まあ、ですので体の中に出てきたがん細胞これを自然治癒する力がなくなってがんが発症するそれから皮膚が攻撃されてそこが、ね、疾患を少しずつ生み始めたものを自然治癒する能力がなくなってあのアトピーが増進するとかねで脳にも作用しますので精神病もものすごく悪くなると。 で、タチが悪いのがこの小麦粉の中のグルテンもこれ中毒性があってですね食べなきゃ気が済まなくなってくる中には病を抱えたりとかね糖尿病になってもこれだけはやめられないみたいなことになっちゃってまるで覚醒剤なわけなんですよねで、4つ目なんですけども離乳食です離乳食じゃなくて乳製品ですよねこれもプロモーションの結果によってヨーグルトとかそれからヤクルトってものがまるで健康にいいかのように喧伝されてるんですけども全く逆で乳製品はそもそも 乳児1歳とか1歳半で離乳食っていう習慣があるぐらい離れなければならなかったものなんですよねだこれがねまた中毒性があってやめられなくなってくるということがあったりあと牛乳配達ってのも結局 GHQ が持ち込んだプロパガンダだったんですよねなんかね騙されているのかそれともそんなものなのか分かりませんけども私の場合は何をとっても特に体に変調を来すことはないんですけどもでも病に悩んでいらっしゃる方が 食べ物がね、いろいろと習慣になってやめられないっていうのは、なかなか興味深い実験、えー、だと思います。まあ、とにかく、私がこの4度こう言い始めてから、ここ1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらいね、確かにやめたら良くなったっていう、まあ、そういう話がね、視聴者さんから寄せられてるのは、なかなか面白い半年間の実証実験だったかなと思います。もちろん私が何かを頼んだわけじゃなくって、私の動画を見てる人が勝手に試したことではあるんですよ。でも改善して、 良くなったから、私の方にね、まあ、お礼を言われるようになったということで、なんか、良かったねっていうところもありますし、この私はね、すべての職員に結構耐性があったんでしょうね。健康のまんまここまで来ましたけども、だったら何か体の声で悩んでる方に、この4毒の存在についてね、これからも押し付けない程度に知らせていきたいなと思う、そんな次第でございます。それでは今回は以上です。